吉野さんこんにちは。そして億万長者合宿をご覧の皆様、このね億万長者合宿のリレーものすごい回数続けてるじゃないですか。数百回いや数千回って回数もう重ねてると思うんですよ。期間にしても1年以上経ってますよね。でこの動画のやり取りっていうのは欠かしたことがありませんし、ひどい時にはね1日に30分40分ですよ。そのやり取りが行われてきたわけなんですよ。でこのやり取りで一体ね何が学べるのかってことを聞かれたことがあります。億万長者合宿っていうのは基本的には私と吉谷さんの2人だけの世界の話なんですよ。まあでもね一般公開しますからそうじゃない方ね、当事者でない方も見に来ることがあります。それはこのやり取りの中で、シンプルに言ってねお金が稼げるよってことを話してるんですよ。それはなんでどこでお金が稼げてるんですかと、こんな動画のやり取りの中のどこにお金を稼ぐヒントがあるんですかっていうことを聞かれたんで、改めてねここでお答えしますけども、実際にねこの1年間この億万長者合宿のやり取りを見て、速稼塾に入った方、そしてドリームアカデミアにね興味を持ってそこに何がしかの商品を買われた方いるんですよ。要するにこのやり取りをしているってことはちゃんと売上収益が上がっていて集客が成功しているってことなんですよ。そしてですね、中にはこのやり取りを見ながら億万長者合宿のパクリをやってる人もいるんですよ。ね、ということでこのビジネスモデルがよそにコピーされてるわけなんですよね。ということはどういうことかっていうと、ここで一つ学びができます。億万長者合宿のやり取りを真似ていけば似たような結果に結びつくってことなんですよ。少なくともこの億万長者合宿のやり取りをもしね否定するようでしたら別の方法を見つけないといけないですよね。でここでこのやり取りを繰り返してるってことは何かっていうと、情報発信をするってことがもうね当たり前になってますよってことなんですよ。稼げる人は当たり前になってますよってことなんですよ。で情報発信をせずに集客に成功した人はいないと思いますし、売り上げを上げてる人もいないと思うんですよ。全ては情報発信をしていないこと、継続してないこと、途中でやめてしまうこと、挫折すること、これが全ての失敗の種になるんですよね。失敗といってもね通常は学びに結びつく失敗っていうのが多いんですけども、このねやめてしまう失敗っていうのはそこで終わりなんですよ。通常は挑戦して失敗、これはねどうしてその挑戦が失敗に至ったのかっていうような学びになりますけども、やめてしまう意味での失敗っていうのはやめてしまうんで何の足跡もログも残んないんで反省のしようがないんですよね。改善のしようがないんですよ。唯一改善のしようがあるとすればやめないってことに結局なっていくんですよね。でもう何人もの方がこのやり取りを見て自分も動画を量産するんだ、継続するぞって言って去っていったことがなんですよ。で実際に速稼塾に入った方でねお金が思うように稼げてないって方いると思うんですけども、これは正直いるんですよ。原因ははっきりしてるんですよ。集客してないんですよね。集客もしてないし商品作りもしてないしセールスもしてないと、これではね私でもお金稼げません。私でもね集客せずにお金を稼げって言ったらすごく難しいです。やっぱり投資になってくるんですよ。そうなるとで投資は難しいわけなんですよ。ビジネスより難しいんですよ。ビジネスってのははっきり言って集客すればそれで勝ちなんですよ。でも投資って集客しなくてもいいけど、でもね未来を予測して勝ち切らないといけないんですよ。やっぱ未来って見えないんですよね。でビジネスってのは集客が成功すれば未来が見えなくても売り上げになるんですよ。じゃあどっちから先にやるのかってこと明確じゃないですか。そして話は戻りますけども、ビジネスで勝利するためには何をすればいいかっていうと継続して発信するってことなんですよね。だから店をオープンしていつ開くか分からない、いつ閉まるか分からないって店があるとします。それを知る方法はいつオープンしてるか分からない、いつクローズになるか分からない、その知る方法は店に行くしかないっていう。でその店があるとします。片や24時間営業の店があるとします。1日も休まない。そしてもう1店舗毎週水曜日には休みますっていう店があるとするんですよ。じゃあどこに行きますかってことなんですよ。おそらく24時間営業の店にまず多くの方が行くでしょう。そしてまれに今日火曜か明日水曜日あの店休みだからたまには行ってみるかっていう風な形で休みが明確なところには行くことがあるでしょう。じゃあですねいつ空いてるかいつ閉まってるか分かんない店にわざわざ行きますかね。ということでね継続ってどのぐらい大事かっていうと、いつも空いてるよという A っていうパターン、ここには人が集まりやすいんですよ。でもう一歩行くとですね水曜日はやってないんだけど他の日は空いてるよ、他の日は継続してやってるよっていうところ、そこにも人は行きやすいんですよ。水曜日だけ避ければいいんでね明確になってるわけですよね。じゃあもう一個やってるかやってないか分かんないところっていうのはどうかなってことなんですよ。さあここで私たちの学びになることがあると思います。それはですね自分はどういうふうに見られてるかってことですよね。Facebook を開けたら、もしくは YouTube を開けたら私の顔が必ず映るという先入観でタップする方がいると思いますね。そこにはね、例えばこういう現象起きるんですよ。あれ今日久保さんの記事出てないじゃんとかね、吉谷さんの動画出てないじゃんと思ったら何かあったんじゃないかって心配になるんですよね。これは継続の単音なんですよね。そのぐらい人に先入観を与えるぐらい自分の継続っていうのは積み重なっているかってことを考えると、まあ1ヶ月2ヶ月ごときの継続ではね、まだ気にされるような継続ではないですね。まあ Facebook ライブもね4000回なり5000回なりしてきましたけども、その間にやる人がポンと出てきてはやめて、続いてきた人もいつの間にかやらなくなってきての繰り返しですね。で、私はシステムの都合上 Facebook から YouTube に切り替えて YouTube ライブにしてますけども、まあ YouTube ライブも Facebook ライブと同じペースでやめることがないですね。ですので YouTube ライブからも集客はできますし、それからね、他のこともそうですね、 Facebook の記事投稿からも集客はできますし、であとね、私はねあるネットワークビジネスのサポートを勝手にやってるんですけども、私がやってるっていうことを信用してね、全く見ず知らずの方が私にサポートを求めに来るってこともあります。まあそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。今やってるかどうか分かんない状態っていうのは、これは信用には値しないと。で、100歩譲ってやらない日があるってことも、明確になっていれば信用に値すると。で、一番いいのはいつもやっていていつまでもやるってことなんですよね。で、この道を私は吉谷さんが言ってるってこと、それを見せるのが億万長者合宿のこのリレーなんですよ。ということで今日はやっぱ同じテーマですけどもね、やりましょう、継続しましょうってことがオチになってるかなと思います。では。